最高最低です。お願いします。ペース配分考えながらもうちょい何分やってもええって言ったけど、どうもランジャタイですって言うまでに5分かかっとん。何してんねん、あんたが止めんねん。そうや、最後に俺のハーモニカええわ。あんだけ盛り上がった後に最高だったら、いや、ええで。いや、今年の愛席食堂怖いわ。お楽しみにですよ。何回吹くかね。お楽しみに。めちゃめちゃ吹きますから今年は。お楽しみに。すごいですよね。いや、僕ちょっと趣味ございましたね。趣味？見たことないな。いや、だから本当に趣味だからじゃねえのか。そうちゃうねん。これからこれから絶対これだ。これちゃうわ。ハーブリカちゃうねん。これから。これブルーと吹かれてる。なんか言ってんの。見たいじゃない。これ俺のファン。なんで喉押さえまんみたいな。いやちょっとね、僕昔怖い動画見るの好きでね。怖い動画、織田武道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 、でっかい術でっかい術でかいなじゃない、術メイン、術メインじゃないから。これがあるんですよ、映るんですよ、昔のなんで目見えないからね。怖い動画好きで、心霊系ね、心霊系、心霊、そう、好きなのよ。ギボイコ、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 誰も何十年も住んでる。前までこれぐらい、いや、喋ってんねんけど前まで進む人誰なん、怒ったら目が赤くなる。前まで進む人が誰なんや、ホームみたいに。目の結果なんか乗ってきてはるな。乗ってくるなよ、乗ってくるなよ。国崎さんだけなナウシカが好きなの。ナウシカ、ナウシカ、あれナウシカ、これ金のね、ナウシカ、見てた、ナウシカやないか、ナウシカやないか、ナウシカ、ナウシカやないか、ナウシカ全然こっち向いてくれへんやん。ナウシカやないね。あれ、心霊系が好き。ちょっとこう誰も何十年も住んでない家にこう入っていくみたいな。まあ後でやん。いや閉めなくてええねん、それは。何ちょっとやってみたいから4人でやりましょう。4人でやるの。4人で心霊現場に行く。心霊現場に行く。怖いですよ。まずこう真っ暗な家にね、4人で4人で急にどうしたんや。4人や、まだ4人や。4人くっそーだ。4人や。もうお化けおるの。お化けおるの。4人で臨場感大事だよ。まあ確かにね、ビビってるんか、ビビってるんか、すごい。じゃあいいよ、臨場。4人で木のこれごと行くってこと。いや俺がこれごと行かへん。あの俺センターマイクごと入ってくる。歩かなあかんから。いや大丈夫、でも漫才してる。4人で怖がりながら入ってくる。怖がりながら怖い、怖い、怖い。なあなあ、ちょっと胸アピールしてるみたいな。俺胸アピールしてるみたいな。裸で来るんじゃない。なんで裸で来んの。なんで裸で来んの。なあ、見てないわ。なんといて、あんた上ないやろ。見せんといてんだ。なんで、なんで昔吹くか。俺昔吹くか。昔吹くかはええねん。一瞬だけ、なんか一瞬だけ直しかしてたんだけど。やめろ。なんで一瞬直すか。一瞬直すかやめろ。今流行りの怖がりながら行くねん。え、怖がりながら。なあ、タブちゃん怖いな。怖いな。タブちゃん。お前や。伊藤さん大丈夫ですか。伊藤さん霊感とかあるんですか。霊感めっちゃある。珍しいやつ。なんか見えます。いる。え？本当ですか。お前だ。え？俺だ。何やそれは。お前だ。国崎さんがいるってどんなやり取りなんや。じゃあここは怖いもの見たくてな、携帯で写真撮ってみんね。携帯で写真撮ってみんね。ちょっと伊藤さん撮ってください。写真4人撮りましょう。4人で撮りましょう。なんで伊藤さん入った。伊藤さん入った方がいいって。入った方がいい。いやいや、連写すな。昔のカメラで連写すな。あ、そうか。そうして撮れろよ。撮ってみたらな、俺らの顔がグニャって変わってんねん。なんで俺ら写真撮ってみたら、俺らの顔がグニャって変わってんねん。どんな顔がこう、まだ曲がったまんで。するとな、知らないアドレスから怖いメッセージが届くんや。怖っ。コロスケ来てるやつ。あんま歌ったらあかんねん、配信で。配信であんま歌う。昨日超えるね。ええわ。そしたら三塁ランナー帰ってまうよ。何してんねん。ええねん、そんなんは。三塁
ランナーってます。いやいや、こうやったらサンナコーチ、ランナーコーチ、ランナーコーチ、ランナーコーチ、こうやったらサンナーランナー帰ってまうやろ。ええねん、そんなんは。あ、でもこっち回しやから、一塁コーチやな。いやいや、それいや、どっちやこっち。いやいや、どっちやこっち。サンナーこっちやから。いいね。うわ、殺すってくるからな。殺すって来た。もうそう、怖いから携帯してんねん。あ、携帯してんねん。どこだ、え、どこ、いやいや、後悔せえへんか、いや、後悔してない、いいから、携帯してない、携帯ない、携帯ない、携帯してない、銃持ってるわ、え、なんで銃持ってんねん、なんで銃持ってんの、俺、バケット、何個持ってるか、え、バケット、なんでなんや、なんで、なんで、ごめんね、直して、腕でしょ、でも腕でしょ、ここでしょ、よかったね、歌う方がいいっすけどね、ごめんね、足首、歌う、バケット、入っちゃうから、俺、全然、なんで、大丈夫、大丈夫、腕痛いでしょ、大丈夫ですか、こうやってもう携帯捨てたままや、携帯捨てた、携帯捨てた、怖いから走って逃げるやろ、走って逃げる、そしたらな、急にな、女性の叫び声が聞こえんねん、とりあえずな、もう怖いから携帯捨てんねん、お前携帯捨てた、あ、次楽天安いらしいぞ、次の携帯の話してんねん、あれ次の携帯の話してんねん、なんで1週間で忘れんねん、なんで1週間で忘れたな、あの決勝終わったらどうでもええねん、大事な絶対、怖いから走って逃げる、うん、そしたら急にな、女性の叫び声が聞こえんねん、ここに、あーお、あ、ちょっと待って、なんで後ろ歩きで来んねん、違う、怖いから走って逃げんねん、そしたら急に女性の叫び声が聞こえんねん、ちょっと待って、女性だ、直しかえわ、直しかえわ、直しかえわ、叫べや、直しか、直しか、叫べへんからな、直しか叫べへんから、ええねん、もう帰ってきた、直しか、直しかのファッションショーええわ、何来てんねん、あいつは直しか、こんな黒一色ちゃうねん、そうさ、携帯した先に呪われた人形があって、出た人形、よう見たら髪の毛が伸びていってんねん、絶対長い方が可愛い、女子会やってんのかなんかめっちゃ恥ずいな、なんでタイさん、タムちゃんだけ正規のボケってなあかんて、あれ地獄やわ、なんで俺らのネタベースにしたんや、まあ、確かにランチャタイのベース無理やけど、分かれへん無理やけども、もう何やねんの、そしたらもう、そう、呪われた首の取れた人形がな、最後にこう言うねん、何、お前たちは誰だ、誰、せーの誰ですか、え、いいんですか、お前たちは誰だって聞く、ノリ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 マサノリかい、ノリノリマサノリかい、ノリノリマサノリかい、集合集合や、はい、集合や、おい、廃屋こんなんちゃうねん、最後なんか誰か言えや、もうええわ、ごめんなさい、